さあ、ファイナルファンタジー7リバース、皆さんどこまで進みましたか？まあ、この動画出る頃にはもうすでにクリアされている方が多いんじゃないかな。まあ、探索要素などもあるので、まあ、同時並行でやっていると、まあ、かなり時間がかかってしまうんですが、まあそれは置いといて、ファイナルファンタジー7リバースでユヒが出てくるかと思いますが、まあ、かなりですね可愛くなってリバースで登場しているんですが、このユヒの初恋相手は果たして誰だったのか。なんとそれがね、今回のリバース、まあ、多分今までこれ明らかにならなかったことではありますよね。そう、まあ、そういったところがもろもろ明らかとなってきて、その中で結構衝撃的だったのがこのユヒの初恋の話なんだけどさ。でそちらがですね、まあ、様々なところで取り上げられておりまして、まあ、具体的にはこちらではあるんですが、ユヒの初恋はザックスでした。マジでみたいな感じなんだけどさ、ちょっとこれはびっくりではありますよね。ユヒなんだみたいな。まあこのことからですね、ザックスはそもそも出しゃばりすぎだわとか、でエアリスと、ザックスのシーンとかもあったりとかね、まあいろいろなんかザックスが主人公なのか、それともクラウドが主人公なのか、もはやわからないぐらいですね、ザックスが今回すごい出てきているなと思いました。まあそれこそザックスパートとかもありましたからね。で今回それに加えてユヒの初恋がなんとザックスっていう、何歳差なんだろうね、ちょっとわかりませんけど、まあなかなかですね、ちょっとびっくり仰天ではあったんですが、うん、これって何、後付けなのかな、ちょっとそこのところが気になるけど、まあ例えばフラグなんて特になかったよね。どうなんだろうな、ちょっとそこまでわからないんだけどさ、うん、まあとにかくですね、そういった状況となっております。まあなかなか衝撃的ですよね。まあおそらくこれは今回のリバースの開発陣の後付けのあれなのかな、まあ、多分設定なのかなとは思っておりまして、まあどうなんだろうね、うん、まあこういった形で結構文句言ってる人もいるんだけどさ、まあ、ティファと、ね、エアリスだけにしといてくれみたいな。ただユヒの初恋がザックスで結構無理やり感が半端ないんだけど、気のせいなんかな。そうで、あとユヒというキャラクター性のこの設定が明らかになんかそっちの路線ではなかったから、まあそもそもなんか困惑しているユーザーもですねかなり多くなっているといった状況ですね。はい。ただ一方でまあこういった形で伏線とかもあるので、まあ、なんとなくイメージはついてはいるものの、ただ一方でやはりですね、ユヒが初恋ザックス、まあ、初恋っていうことで、まあ過去の恋とも言い切れるので、まあなんだろうね、まあ昔の話みたいな。だからまあエアリスとユヒっていうのはなんだろう、ザックスをなんだろうね、恋敵ってわけじゃないけどさ、なんかそういった関係だったんだなと思いまして、ちょっとびっくりしましたね。はい、まあ、そういった感じでございます。まあ、結局なんかイフストーリーみたいなところも結構あったり、パラレルワールドみたいなところもあるので、まあ、一概に言うことはできませんけど、まあそのような状況となっておりますね。まあ、なかなか衝撃的というか、まあ、今作ね、そうだったのみたいなことが結構多くて、まあ、特にオリジナル版をねうまいこと踏襲してくれてるけど、まあ、追加の設定があったりとか、あとストーリー自体が改変されていたりとか、まあ、結構あったので、まあ、例えば重要なところとかは、まあ、特にそういった改変などはないんですが、ただやっぱりこういったところどころのところ、それって結局どうなのみたいなところがあったりとかで、そう、なんかいろいろとね、衝撃的な内容が多かったなと思いました。はい、まあ、そんな感じでございます。まあ、とりあえずですね、はい。続きをですね、ちょっとやっていきましょうか。でまあちょっと続きをやっていきたいんですが、これエアリスのパンツ見えんじゃね？これ見えないようになってんのか。頑張ってみたい。これなんか見れる視点とかありそうだよね。でまあ続きをやっていきたいわけだが、こっちで合ってたっけな。おっとっとっと、ちょっと待って、人がいすぎて登れなかった。旅の大勝負クイーンズブラッドも星が生み出したもの、
それは大いなる流れの一部、つまり全カードは祈り、そこから広がった波紋が定めとなるのです。さあ共にバウトを紡ぎ、星の意志に触れてみましょう。いやー、ちょっとこれは間違えた。しない、しません、ごめんなさい、しません。カードは興味ないでござる。っていうかカードみんなやってる？どうなんだろう。でレッドを追わないといけない。レッドの行方、よし行くか。さあどうだ、ここだね。よいしょ。でここだね。ああ、ダメダメ、ここは貴重品を保管してる倉庫なんですよ。へえ、貴重品なんだ。宝か何かかね。で上の方に行きましょうか。いや非常に景色が綺麗だね。てか遠いな。これ標高どんぐらいなんだろうか。かなり高いよな。さあなんかすごい高いところまで登ってきて、でここの上にレッドがいる。あ、この人たちだよじっちゃん。え？ほうほう。ナナキが世話になったそうだの。ナナキ。わしはブーゲンハーゲン。誰だよお前みたいな。少しばかり星には詳しくてな。コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんてじっちゃんは知らないことなんてないだろ。ほう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 。そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。おいらだってもう48歳だよ。 40? 七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。おいらは父とは違うんだから。ほうほうほう、ナナキよ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。失礼したの。よければ中も見学していくといい。おお、すごい。そう、工夫中浮いているね。なんじゃいこれ。すげえな、なかなか衝撃的だよな。こう見てみるとマジでみたいな感じなんだが、すごいね。なんかハリーポッターとかで出てきそうっすよね。はい、ということで、今日の動画一旦終わりましょうか。いやー、ちょっとなかなかすごいなと思いました。ということで、お疲れ様です。ではまた。バイバイ。